グローサーザール・ウィーン・楽友協会は1812年に設立されたオーストリア・ウィーンにあるクラシック音楽関係者による団体及びその本部の建物。団体の正式名称はディー・ゲゼル・シャフト・デア・ムージック・フレイン・ダイン・ウィーン。日本では楽友協会と呼ばれることが多い。大ホールは通称黄金のホールと呼ばれ。 ウィーンフィルハーモニー管弦楽団の本拠地として知られる演奏会場であるほか、同じ建物に資料室や出版社、ベーゼンドルファーなどが同居している。現在の建物は1870年に竣工した。19世紀半ばまでウィーンには大規模なコンサートホールがなく、1831年に完成したウィーンで最初の公共ホールも定員が700人しかなかった。 このため増加する聴衆に対応するべく、楽友協会の関係者らが、環状道路、リングシュトラーセ建設に際して、大規模なコンサートホールの建設を、皇帝フランツ・ヨーゼフ一世に請願した結果、1863年に皇帝によって、カールス協会のリングシュトラーセを挟んだ反対側に、敷地を与えられ、デンマーク人の建築家、 テオフィール・ハンセンの設計による建設が開始され、3年をかけて完成した。教会の19世紀のメンバーには、作曲家、ヨハネス・ブラームスなども名を連ねている。特に、ブラームスは1872年から1875年までの3年間教会主催のコンサートで指揮を振り、ショーホールで自身のピアノ作品の初演を行っている。このため、 1937年に彼の功績を称え、小ーホールがブラームスザールと名付けられた。20世紀後半以降のメンバーには、ロリン・マゼール、アルフレート・ブレンデルなど、従来から使われてきたのは次の2つのホールである。1996年には室内学専用のホールが設置された。2004年、地下に4つのホールが建設された。これらのホールは、コンサート以外にも、 会議やイベントなどに使用できるようになっている。資料室には、下記のような作曲者の自筆楽譜や、往年の大指揮者が使用した楽譜など、演奏家や音楽学者にとって、貴重な資料が多数所蔵されている。歴史 ABC ムジークフェラインの演奏家たち、ハットボールデアウィーンフィラモニカー、ハットブラームスゾル、ハットディーフィアネウエンセイル、ハットゴットフリードフォンアイネムゾル、アルヒーフ。 ライブラリー、コレクション、ありがとうございます。